ごく面白かったね。そうだな。恋愛映画って初めてだね。まあ恋人同士で見るならやっぱ恋愛映画だろうしな。恋人同士、そうだよね。私たちもう恋人同士なんだよね、ケンちゃん。なんだよあれは。死ぬのか俺は。今にようやく恋人同士になれたのに。ケンちゃん、お弁当お弁当。はい、ありがとう。今日ね、スーパーでお一人様一パック限りで卵の特売があるの。へえ、そうなんだ。だから帰りにお買い物に付き合ってね。うん、わかった。ん、先に行ってるぞ。誰からなんだろうな。それくらい聞いてみてもいいかな。おはよう、より。おはよう、サイコちゃん。あれ、それってもしかしたらラブレター？サイコちゃん、声が大きいよ。へえ、まだいよりにラブレターなんか出してくるやつがいたとはね。旦那としてはどうなのよ。ん、誰が旦那だ。誰が。何言ってんのよ。将来の夢、作文事件を忘れたの？で、相手は誰なのよ。F 組の樋口くん。樋口って生徒会長の？私だったら即 OK だけど、伊織はどうすんの？もちろん、ちゃんとお断りしてくるよ。まったく、我ながら情けないよな。ごめんなさい。私、好きな人がいるんです。そうか。その好きな相手って、やっぱり桐谷のことなのかな。はい。私、ケンちゃん以外の男の人を、そういう対象としては見れないんです。伊織。ケンちゃん、待っててくれたの？卵を買いに行く約束だっただろ。なあ、伊織、ガキの頃の将来の夢って作文のことを覚えてるか？忘れるわけないよ。あの時は本当にごめんね。じゃあ次は水上伊織ちゃん読んでくれるかな。はい。2年3組水上伊織、私の将来の夢はケンちゃんと結婚してケンちゃんのお嫁さんになることです。伊織、まったく、男ってのはさ、ああ言われると照れ隠ししちゃう生き物なんだぞ。うん。おかげで素直になるのに時間がかかっちまっただろ。言わなくても分かってるなんてのに俺は甘えていたんだろうな。ケンちゃん、伊織、好きだ。俺、あの頃からずっと伊織のことが好きだった。伊織、だって嬉しくて。おい、伊織ってば。どうすればいいんだ。ケンちゃん。さっぱりした。伊織、何してるかな。伊織。ケンちゃんどうしてるかなって、そっち行ってもいい？いいよ。あのさ、その恋人同士になったばかりでちょっと早すぎるかな。早すぎることなんてないよ。だって私のケンちゃんへの気持ちは生まれた時からずっと続いてるんだもん。ケンちゃん、
私、ケンちゃんなら大丈夫だから、ケンちゃんに私の全部もらってほしい。イオリにはほんと感謝してるよ。うちの親父が留守の間ずっと家のことやってくれてるもんな。起きるか。あ、ケンちゃん、もうちょっとだけ待ってね。ああ、イオリが台所にいるなんて、なんかすげえ幸せだ。これ、俺の好物ばっかり。ちょっと張り切りすぎちゃったかも。はい、ご飯。ありがとう。やばい、イオリがすげえかわいい。いっぱい食べてね、ケンちゃん。うん。おはよう、イオリ。おはよう、サイコちゃん。よし。ねえねえ、昨日はあの後どうなったの？その、告白されたよ。それはわかってるわよ。返事はどうしたの？バシッと振ってやったんでしょ？そんなことするわけないよ。はぁ？だって、ずっと好きだったんだもん。嬉しかったんだもん。イオリ。ああ、なるほどね。で、誰から告白されたの？そんなの、もちろんケンちゃんだよ。おめでとう。いやー、これで公認夫婦が晴れて公式夫婦に格上げだね。公式夫婦だなんて、そんな。おい、そうだ。あ、より、次の日曜日どっか行かないか。ほら、映画館とか遊園地とか。ケンちゃん、それってデート？そうだな。ケンちゃん、うん、行く。あ、イオリ、危ないって。ケンちゃん。イオリ、やば。あ、急いで片付けちゃわないと。ケンちゃん、今日のお洋服どう？素敵だよ、すごく可愛い。すっごく面白かったね。そうだな。感動しちゃって、ちょっと泣いちゃった。ケンちゃんとはよく一緒に映画見たけど、恋愛映画って初めてだね。まあ、恋人同士で見るなら、やっぱ恋愛映画だろうしな。恋人同士、そうだよね。私たち、もう恋人同士なんだよね。本当はね、映画よくわからなかったの。隣にケンちゃんが座ってるって意識したら集中できなくて。俺もだよ。映画じゃなくてイオリのことずっと見てた。俺、イオリのことを一日ごとにどんどん好きになってく。ケンちゃん。あ、なんだよ、あれは。ケンちゃん、しっかりして、お願いだから目を開けて。やだ、ケンちゃんと一緒じゃなきゃやだ。ケンちゃん、このまま死ぬのか。俺はイオリ、ようやく恋人同士になれたのに。諦めるのはまだ早い。その男を助けたいかい？助けて、お願い、ケンちゃんを助けて。君が魔法少女としてあの化け物と戦ってくれるなら、彼の命を救ってあげられるよ。魔法少女？魔法少女になればその魔力で彼の命を救える。もちろん君にはそれなりの代償を負ってもらうことになるけど。私、ケンちゃんのためなら
魔力を得るためには他の男との生殖行為、セックスをしなければいけない。そして変身するためには僕とのキスが必要だ。できるかい？他の男の人と、ケンちゃん以外の人とするなんて。そうしなければ彼は死んでしまうよ。ケンちゃん、ケンちゃんが死んじゃう。そんなの嫌。ケンちゃんを助けられるなら、私、何でもします。じゃあ、契約成立だ。立って。やめろ。イオリ、これは魔法少女になるために必要なことなんだ。必要なこと。この姿は。イオリ、驚いてる暇はない。え、私の中から声が。僕は今イオリと一体化しているんだ。そうなの？イオリ、来るよ。何がどうなって、あれは夢だったのか。でもあんなリアルな痛みあるか。ケンちゃん、朝だよ。あれ、もう起きてる。珍しいね。いや、まあたまにはな。そう、まあ早起きはいいことだよね。朝ごはんできてるから早く降りてきてね。ああ、どうなってんだ。やっぱり夢。くそ、悪夢だ。死にかけただけじゃなく、イオリが他の男とキスするなんて。あれは本当に夢だったのか。突然だが、今日は転校生を紹介する。ラグジュリアスです。よろしく。あいつは夢に出てきた男。一体どうなってるんだ。あれは夢じゃなかったのか。イオリ、先に帰るね。うん。イオリ。イオリ、ちょっといいか。あいつ、イオリを知ってるのか。じゃああの夢は。おい、待てよ。どこ行っちまったんだ。イオリ、どこ行ってたんだよ。ケンちゃん、ごめんね。あの、学校を案内してたの。ごめん、僕が無理を言ってお願いしたんだ。ケンちゃん、ごめんね。でも私、必ずケンちゃんを助けるから。